はい、ということで早速ね、巨大竜の進行ソロプレイでひとまずやってみたいと思います。ダメそうだったらやめる。やめるじゃないクリアの兆しが見えなかったらどうしようかなって言ったところで、早速資料確認、モンスターリストからラオシャンロン見てみましょう。ラオシャンロン、これまでに幾度かの目撃が報告されている巨大な竜、周期的に生息区域を徘徊し、その被害は天災に匹敵するそうなの？ギルド側も対策として進行ルートに砦を建設したりはしているが。なるほどね。だからあいつが砦に住み着いたんじゃなくて、進行ルートに砦を建設してるわけね。すごい技術力じゃないそれ。いるかもしれないとこ建設しないでしょ。ってことで、そして装備、散々前回練りまして、風流拳絶一呪文で、そして装備はレウス一式。で、これで攻撃力アップ大をつけております。まあソロなんで挑発はついててもいいわけで。で、手持ちはオータル爆弾。一応持っていく。まあ、あとはこんなもんでいいかなっていった感じで、早速行きたいと思います。やびよー。まあ、もしかしたらボウガンがあった方がいいのかもしんないけどね。まあ、必要になったら作る方向で行きましょうかね。巨大竜の進行。クエストを開始だ。おっと？映像が？おぉ。おぉ。鳴き声が。はぁ、でかい。さすが巨大竜。音楽が怖い。なんかいかにも折れそうな角生えてんな、お前。絶対それ V 破壊できるやつでしょ。頭の攻撃の方がいいのか？頭に攻撃できんのか、これ。うわぁ！巨大なトカゲですよ。いやー、これはでかいわ。いやー、これはでかいわ。なるほどなー。あ、お辞儀してる。あ、始まった。あ、ああ、いけるのか。おお、なんだなんだなんだ、なんでビビってんだ。大砲か。使えないんか。え、これどうやっていくの。え、一番？え、いけないのこれ。眺めてるだけこれ。お、でかいなおい。あ、まあいいや。これは、どっちに繋がってるのこれ。ああ、キャンプか。まあ、支給品はたくさんありますね。これは？あ、バリスタの弾。じゃあこれは絶対いるね。だバリスタの弾は絶対撃たなきゃだね。で、ひとまずいろいろ回収して、なんか袋みたいなのある。丁寧の粉塵だって。マジかよ。稼げるな。弾拾っちった。さあ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 。何？なんだこのマップ。面白いな。一番どうやって戦うのこれ。これベッドなのかよ。寝ちゃったよ。あ、待って、ペイントボールつけられるかな一番で。ちょっとペイントボールつけれるか動画だけやってみよう。どこに行った？あ、もう届かんくないこれ。ダメだな。ちょっと肩の力が足りんわ。こんなもんないけど。こっち？ 2 番は？大砲の弾がある。なんだこれ。なんかいろいろあるな。ランス？なんか探してる。バリスタの弾取れんのここ。でも結構拾ったんだけどな。もう10個だ。危ね。どっちこれ？こっち？わかりづらいなぁ。ああ、2番来たな。2番来ました。わあ、霧が濃い。フルフルが出るんじゃないかと言わんばかりの。とりあえずこっちに、こっちから来るのかな？だよね。多分1番から、2、3、4で、砦っつうのが5番なのかな？進行ルートはそんな感じでしょう、これ。繋がってるし。なんか赤くね、意味ありげに書いてあるから。多分こういうルートで行きますよっていう感じなんでしょうかね。待ってればいいの？なんか、もどかしいこの時間。今のうちにちょっと、ラオシャンロンの情報を見直しておこう。で、ラオシャンロンくんは、基本、足、やべえ。あれ、でもいない。待って、基本、ラオシャンロンは、やっぱ足でいいんだな。というか、こいつ頭より足の方が弱い。
切断は足の方が通りやすそう。なので V 破壊狙えるんだろうけど、ひとまず足狙います。ちょっと倒せるかどうか分かんないからね。ひとまず攻撃をする感じで。あ、でかなんて恐ろしい顔面してやがるこいつ。この顔面届かなくね。あ、当たった。あ、いいね。わあ、しかもこいつ専用のアイコンじゃないこれ。ほら、四つ足だもん。だって羽生えてるもん。みんなお前だけだよこのアイコンなのは。特別なアイコンしてやがる。なんてずるいやつだ。じゃあ足をめがけて攻撃をするんですけど、ちょ待って待って待って、怖いな、このカメラ怖いな。あ、来て来て来て来た。当たってんなこれ。当たってんな。攻撃ペース的にはこんなんでいいのか本当に。あ、いいぞ。これ避ける。そろそろ来るじゃん。あーます。あー、風圧無効しいわこれ。当たるこれ。あー、もうこれ風圧無効欲しいわ。やべえな。じゃあ攻撃のカップルこれ風圧だわ。無効にしなきゃいけないの思ったけど、意外と範囲は狭いのかな。これはちょっと避けて、ちょっと早めに行くよ。 OK というか前足 D の攻撃対象。この腹攻撃できる？あ、意外と腹攻撃できるかこれ。あ、意外と腹いけるじゃんこれ。マジかよ。じゃあ腹でいいじゃん。腹 60% だもんこいつ耐久。ええ見えない、え見えない。風圧が、風圧がえげつない。この腹というか腹なのか。ちょー、これ風圧やべえな。毎回風圧食らうわこれ。うわー、もう研がなきゃいけないの？この辺で、うわー、研げるこれ。研げなくないこれ。ちょっと風圧でかすぎるよこれ。やばくないこれ。よし。いや、マジで攻撃の、攻撃というか、とりあえず腹目がけて攻撃すればいいんだなってことはこれで分かったわ。ジャンプ切りして、いやー、食らった。いやー、やっぱ、えぐいダメージが、えぐいダメージが出ている。あ、そうか、こうカーブか。カーブしてんだ。なんだ？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 なんか岩が、なんか落石？落石かなんかこれ。いいぞ。なに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 ？なにこの岩？この岩何さ？怖い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 。なにこの岩？バグってるでしょこれ。そういう仕様なのかこれ。いやー、風圧がえぐい。マジで？何風圧って？どっから来るのその風圧。ちょっと急に速くなってるこいつ。やばいやばいやばい。回復回復。OK。やばくないこれ。ちょっと辛いな。しかも全然ひるまないな。まあ、ひるむもんじゃないのかな。よくわかんないんだけど。とりあえず攻撃はしてますけど。いや、当たらん当たらん当たらん。うわ、なになになに、ひるんだ感じこれ。ひるん、ひ、ひる、ひる、ひるんでるこれ。ひるんでます？もしもし、奥さん。もしもし、奥さん。ひるんでます？とりあえず腹が一番弱いんで。うわー、解かなきゃいけないね。いやー、もうなにこの岩。岩って何さ、岩って。予想外の攻撃出てるよ。よし。岩降ってきてんだけど。何この岩。ちょっと風圧くらう。この風圧よ。何さこの風圧。よいしょ。いいぞいいぞいいぞ。ちょっと。どんだけのけぞる風圧なんだこいつ。足から。足から風が出てるよ。絶対なんか扇風機みたいなさ、ファンが回ってるでしょ。足からよ。どうでもしない限りそんな。そんな飛ばないでしょ、もう。わー、また岩降ってきてる上から。何これ、ちょっと弾かれすぎ。すげー岩降ってくる。ちょっとなんでこれ、この岩貫通してくるの。ちょっと風圧やめろって。危ない危ない危ない。すげー足速くなってない、なんか急に速いよ足が。で、あとさ、弾かれすぎだよ。まあ、もう戦いずれー。すげー、何これ、なんだこいつは。
しかもこれ逆側から攻撃するとさ、なんか勝てんだけど、 V が。なんだろうこれ。くそー、やばいな、これは。これ想像以上に戦いにくいぞ。なに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 、見えないんだけど、見えない見えない。あ、これエリアの末端なんだこれ。うわー、なに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 、なにこのカメラ。なにこれ、なにこれ、どうなってんどうなってんどうなってんのこれ。カメラのせいでさ、すごい食らうんだけど。危ないよこれ。尻尾食らってんのか。もうこんなカメラでこんな細いとこで戦わせないでよ。よく見たらここ橋あるし。あー、これ登ってもう行けたのかこれ。あいつ3行っちゃうよ、早く行かないと。こんなダッシュするからさ、駆けつけるのも大変なんだけど。次3番です。うわー、つら。大丈夫かなこれ。不安になってきたわ。これ行けるのか。3番ですかねこれ。いいね、よし。ひとまずもう、おお、曲がかっこよくなった。すごい緊迫な空気になってるけど、別にペイントボールはつけておこう。進行状況がわかるからな。あとエリア入ってくるまでに結構なね、ラグがあるというか、全然来ないな。よっしゃ、当たった。バイブレーションで当たったかどうかがわかるんだぜ。頭攻撃してみるか。そう。急に頭止めたでしょ、今。当たんないのこれ。当たるね。ちょっと。微妙に当たんないの何なんだよ、これ。下顎あたりじゃないと当たらないのか、これ。下顎あたりじゃないと当たんない感じすんな、これ。あとこれ、ちょっと、当たってないのこれ。ちょ、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 ちょ。いやー、当てずれー、これ。くそー、これは、ちょっと慣れがいるな、これは。おら。なんか頭に攻撃した方がさ、安全なんだけどさ。これ、ランスにしようかな、俺。すげえ当てにくい片手剣。当たんねえよ。当たんないもんだって。よし、ひるんだよ。おお、めっちゃひるんでるよ。あれ、角折れたよ。まあ折れたやつだ。あっちゅう間に折れたんですか、あっちゅう間に。結構これダメージ通ってる、もしかして。結構ダメージ通ってる説があるよ、これ。マジで言ってんの？いやー、でも分かんない。油断すんな、油断すんな。言うて、これマルチ体力だぞ。で、これちょっと先行って、絶対砥石で研ぐ。ね。あと、砥石はフルで持ってきた方がいいね、これ。ね。まあ、20個今回あるから大丈夫だけど。前のグラビモス戦みたいにね。砥石がなくて倒せないとかいう状況にはなりたくないから。砥石は絶対いるね。で、今回顔攻撃してるんですけど、足よりはなんか顔の方が安定して攻撃できる気がするな。これだったらさ、やっぱ顔の方がいいのかもしれない。竜属性のランスとか欲しいな。それだったらこいつすごい当たると思うんだよね、攻撃はね。で、基本この後ろからこう叩く感じ。 OK、 こういう感じ。なんかひるむようになってきたよね、しかも。ああ、もうちょっと後ろに下がって、あ、急に加速したぞこいつ。急に加速してるんだけど、急に。ちょっと待ってよ、急に加速すんなって。で、あと上に登れたのにさ、登ってないのはちょっとごめんなさい。あの、切ってたい。あの4あたりでも多分あるでしょ。なんか4だってでかいもんね。なんかあと時間どのぐらい経ってます今。15分ぐらい。ひるんだ。顔の方がひるむじゃんこいつ。顔の方がめっちゃひるむんですけど。よいしょ、いいね。さあ、もう研がなきゃいけない感じになってるよ。で、なんか目の前に柵みたいなのがあるよ。あー、これで止めるのかな。止まる？これで。もしもし、止まります？もうそれ以上先行きませんよ、あなた。
プレイ以上先行けませんよあなた。あらららら ら顔突っ込んじまったなあいつ。じゃあもう腹いくか。なあ、何、え、何やってんのこいつ。あ、タックルしてんのこれ。うわ、風圧怖い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 。当たり判定ないのこれ。当たり判定ないのか。崩されてる、もう崩されてる。早すぎない？攻撃できるとかちょっとギリギリまで攻撃しておきたいんだけど。いやー恐ろしい。足攻撃できるな、まだちょっとこの次よし。いやー風圧の判定が残りすぎ。よし、いいぞいいぞいいぞ。これ当たる？当たんない。もう撤退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 です。あ、いいね。尻尾怖すぎだろ。あ、こんがり肉食べちった。まあ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 いいや。さあ、エリア4だ。これ寝てる時間あるかな？ちょっと回復したい。なるべく回復薬は温存しておきたい。ここかな？ここだね。じゃあ一回寝よう。一回寝ましょう。いやー、ずしんずしん言ってる。ほんとどんだけ振動起きてるんだ、あいつ。建物が揺れるレベルの振動だからな。やばいぞ、あいつ。こっちかな？これかな？オッケー。こっち側。これなんか橋ある？ありますね、これ。ちょっとここで橋あるんで乗ってみようか。あと、オータル爆弾の使いどころさんがわからない。もう使っていいのこれ。もう一回飛びましょう。時間は？残り19分。0% でクエスト失敗。耐久度 100% になってるから、まあ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 。うまくやれば耐久できるんじゃないのこれ。ここで置いちゃうか、爆弾。ここに置こう、ここに。あー、2個までしか置けないんだ。この頃からオータル爆弾は2個なんだね。で、これ頭来たらちょっと爆弾置いて、横で判断しましょう。もう1段階近づいて。ここ。よし、来い。よし、来い、よし、来い。オーケー。当たった、当たった。当たったよ、ちゃんと当たって、今。ほら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 。え、こっちの向きで頭をひたすら切る？この頭はひたすら切り続けろ。よし。そしてひるみましたんでね。結構いいペースなんじゃないのかなと思いたいんですけど、どうなのこれ。正直言ってわかんないよ。うん、結構攻撃は当たってんだけど、こういう時代は。何回切ってると思ってんの？ははははは。わかんないからな、具合が。どういう具合なのかがわかんないんで。なんか、瀕死ラインみたいなのがわかればいいんですけどね。そういうのが全くわからないからさ、ひたすら攻撃するしかないっていうね。あ、いいね、ヒルム。なんか動き早いな、急に。今、多分怒り状態なんだな。いいぞ。こういう感じで攻撃しよう。こうやるじゃん。で、右に左にこうね、こう切る感じの方がいいかもしれない。で、こうなったらちょっと前進んで飛ぶと。動きが早い。あと上からまたなんか降ってきてる。ああ、もう。いいぞ。で、こうして。回転切りも当てたいところなんだけど当たらない。そしてここはカーブかな？旋回するか？こいつトラックみたいにさ旋回してくるね、なんかちゃんとだって顔面だってこんなに壁近づいてまで曲がろうとしてないもんで、絶対末端まで進んだらさ体動かすようにしてるから、こいつ体の大きさ把握してるわ。あ、動いた動いた、首が動いた。あの、なんか、あ、はしごがあるけどちょっと顔埋まってますよ。顔が埋まってます。あの上り坂みたいなところあったから、そこに差し掛かったらちょっと離脱して登ろうかね。あ、いいね。あれの橋でいいと思うんだ、多分。あ、旋回してる、旋回してる。いいぞ、いいぞ。旋回してる。旋回してんね。旋回してますね。お、いいぞ。さあ、切れ、オッケー。このペースどうなのかな？ HP どのぐらいあるんだか全然わかんないんだけど。
絶望的なのかな。4人でやっ切ってやっとみたいな感じなのかな。これもわかんないから。まだ離脱するの早いかな。もうちょっと切ってるか。もうちょっと切ろう、もうちょっと。で、あとどこに乗るかがわかんないから。多分背中なんだよ。なんか背中に乗るところが、わかるところがあるのかな？ちょっとわかんないけど。よいしょ、もう一回ぐらいひるまない？もう一回ぐらいひるまないかな？まだか。ひるまないな。そろそろ登りに行くか。ちょっと足が邪魔になっちゃうからさ。早めに登っておきたい。あ、ちょっと遅い？わかんないな。とりあえず、上に行けばわかるでしょ。登れ！チェーンで作られた、このはしご。こんな技術あんの？あ、登りましたよ。飛びましょう。どこだろう？これかな？ここか？この背中のさ、これかな？わー！なんで、なんで、なんでこれ。なんで上がったの今。顔がでかい。わーそんな、そんな、ちょっと待ってくれや。吹っ飛ばされると思わなかったよ、今。まだ間に合うんじゃない？まだ間に合うでしょ。まだ間に合うよ。さあ、登るの。早く、早く、早く登れ。早く登れ。ほら、まだいける、まだいけるぞ。そこで止まると思わないし。背中に乗るとしかわかんないからさ、どの辺に乗るんだかわかんないんだけど。多分、あそこだよな、あそこ。ほら、この辺。ほら、来た。これでしょ、これでしょ。これの、トゲの向こうか、この間のところ。どこ行ったらいけるんだろう。いけるもん、これ。うわぁ、乗った。え、どうすんの？剥ぎ取れるの？お前、生きてるやつを剥ぎ取ってやがる。そういうことか、やっぱ。なんか移動中で剥ぎ取りができるって書いてあったからさ。どういうことなんだろうと思ったら。これのことなんだね。もう剥ぎ取れない？もう剥ぎ取れない。武器も出せないんだけど。爆弾置けるこれ。置けない。動けない。ちょっと、なんとかしてよ、なんとか。ちょっと、なんとかして。オシャンロン君。オシャンロン君、ちょっと、わーおー方向で。でもこれで素材もゲットできるんだね。ってことで、顔に攻撃。なんで当たんないのこれ。よいしょ、いけ。ひるませろ。ガンガンひるませろ。よーし、いいねー。ガンガンひるませなくてはならない。もう、時間が、防衛さえ成功すればいいから、ちょっと倒すことは考えてないんだけど、多分倒せないと思うんだよね、一人じゃ。どんなにやっても。そんなやわな設定してないと思うからさ。いくらこの武器でさえ、この武器が強いかどうかもわかんない。属性耐性はさ、そこそこ高いから、竜が弱いとは言っても。ただ、竜属性51をね、私は信じてますから、これ当たんないな。こっち攻撃してみるか。内側からバース！内側から攻撃してるけど、バース！いやーもう、カメラがゴミだ。カメラがゴミすぎる。カメラがゴミすぎる。ちょっと！見えないよ！なにこれ？もうひどいこれ。くそ。いやー、離脱するのが一番鬼門だな、これ。HP 減っちったよ。どうせ5番に、あれでしょ。大砲の撃つところがあるんでしょ。わかんないんだけど。どういう感じなの？ここが、あ、6番っていうエリアがあるのか。6番経由して5番なんだな。なるほどな。はぁ？もう、運搬させる気ないやんけ、もう。何、砦内に小型モンスター入られてんだよ。これ激流層？これが大砲だ。バリスタ？あれ？え？
動かないんだけど。あ、これで狙うのか。動かないんだけど。あ、動いた。あー、上下はないんだ。左右だけなんだ。へへ、使いづら。激流様が来てから使うんだよね、多分ね、これ。これ。これだよね。何にもボタンのあれが出ないけど、押すの怖いから押さないよ。うわぁ！うわぁ！すげえトゲトゲしい。これが激流ソア。さあ、行きますよ。いやー、来ましたね。おっと、この曲は？あと10分だ。お激アツじゃないか。行くぞー！うわー、止めろー！あらよくば倒したいけど、お前あと HP どのぐらいなんですかね。ちょっとわからないよ、これ。これは全然わからないよ、もう。未知数だよ、もう。ひるんではいるんだよ、結構な頻度でさ。だから撃退まではいけるんじゃないかなとは思ってんすけどね。どうなんですかね、こいつ。激流層を使うとこまで行きたいな。だから一回近づいてきたらちょっと激流層準備だな。あと10分です。激アツな展開だ。10分間ずっと切り続けなきゃいけないのか、こいつは。大変だぜ、この巨大竜。トカゲみてえな巨大竜だけど。で、設定的はなんか、ミラボレアスから逃げてるとかいう、そういう話らしいんですけど。まだミラボレアスは、ね、資料でしか分かってないからね。おし、ひるむね。いい感じ。顔しか攻撃してないもん。こいつもうお前、顔面すごい切られてて、なんとも思わないのかな。すごい、顎の下切られてんだぞ、お前。よし。あ、怪力の種飲んどっか。攻撃力を少しでも上げてね。効率は高めよう。オーケー。さあ、切りかかりましょう。よいしょ。はい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 。切れ味はすぐ落ちてしまうんでね、もう、ちょっとそれだけは難点ですけど。そんなね、文句言ってられないから。さあ。まあ、あとはどのぐらいの耐久度の減り方なのか。一気に 25% とか減るのやめてよ。5回しかチャンスがないとかさ。10% ずつだったら最高だな。そしたら間に合うわ、多分。そしたら多分間に合うんですよね。時間っていうか、耐えることはできるけど、ただ撃退ラインになってるかがわからない。どのぐらいが撃退ラインなのかもわからない。よいしょ。あ、いいぞいいぞいいぞ。あ、いいぞいいぞいいぞ。さあ、どん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 、なんかすげえ進行頻度だ。やばいやばいやばい。お、壁まで来てるよ。壁まで来てるって。もうこれ攻撃されちゃうんじゃないの、これ。いるんだ。オッケー。激流層がどのぐらいは、あー何？ひるんでんじゃないのこれ。方向してる。待ってよ、待ってよ。止まって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 。もう一回止まって。もう一回止まってくんね。もう一回止まってくんね。もう一回止まってくんね。もう顔、目の前だよ、あなた。あ？あ？あ？攻撃受けてる。やばくない？というかさ、わー、立ち上がってる立ち上がってる。どうしよう。ちょっと登ってさ、激流層激流層激流層準備。ちょっと早く早く早く登れ早く登れ早く登れ早く登って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 。今どういう状況か分かんないんだから。立ち上がってるわ、まあ、立ち上がってますわ。ここを叩き込むんでしょ、激流層。ちょっと早く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 してよ。あ、あ、でもまだ 90% だ。どうこれ。え、まだ 90% だよ。当たるこれ。あ、これ当たったの？どっちこれ。なんか今血しぶきみたいなのが出たけど。え、当たったよねこれ。わあ。あ、そうだ、バリスタバリスタバリ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 。あ、あ、そうか、アイテムでここで使う感じなんだな。当たんねえよ。近すぎて当たんねえよ。なんで上下動かねえんだ。早く起き上がってくんない？起き上がって。起き上がるでしょ、もう一回。あ、あ、80% になっちゃった。早く早く立ち上がれよ。これ当たる？これ。あ、あ、来た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 。いいぞいいぞいいぞ。
毎回これ解除されるのやだよ。毎回これ方角と解除されるのかよ。外しちゃったよ。あーもう早く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 、ひるんでくんない？これダメージどのぐらいなのこれ。もう、あーでもなんでだろう、耐久減らない時あるんだけど、なんなのこれ。あと5分だ。まあ耐えられることは耐えられるけど、ダメージはノルマいってるんでしょうかねこれ。あ、あーくそ、方向か。やばくないこれ。単純にダメージが足りない可能性が出てきたよこれ。いいぞ、よし、いいぞ。あと一発。なんで当たってないの？え、今当たっ、なんで当たっ、はぁ、あ、ひっ、まだ 80% だ。でも止まれ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 止まってくれ止まってくれ、お願いだから止まって。痛い、いやダメージエグい、くない、全然エグくない。こうなった時さ、どこ攻撃したらいいのこれ。風圧食らっちゃうんだけど、あと5分です。方向してます、この方向時間がものすごい長い。もうそれだけでさ風圧食らっちゃうのはやばいって。わー、二足歩行になった。この二足歩行やばいな、この巨体でさ、この巨体で二足歩行はやばいだろ。いってやばい、えげつないこの攻撃。回復しなきゃ回復しなきゃ、あと5分なんだけどさ、なんで伸ばないの。でもまだ耐久値 80% もあるんだけど、全然食らってないよ。でもまあもう分かんないよね、もう怖いな、そろそろ。まだ、もうそんなすり足でそんな食らうのかよ。さすが巨大な竜だな、巨大ですからね、巨大な竜ですから、それは食らうか。にゃー、でもまだ 80% だ。耐久値的には問題なさそうだ。それはもう心配することはなさそうだな。とりあえず、体力的にはどうなのかっていう話なんですけど。いいぞ。順調。やべ、すり足当たる。逃げる。危ねえ。ワンコンバ当てたら横に逃げる。ワンコンバ当てたら横に逃げる。トグ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 。やっぱトグ。やっぱこれトグ。トグトグトグ。ちょっとまたちょっと回避の種使おう、回避の種使うぞ。いいのか、使って使うわ。あー食らったんじゃないこれ。まだでも 80% だよ。すり足すり足すり足、警戒すり足警戒、よし警戒、菅の警戒。あ、これもう一回すり足くる、まずい、まず、いやこれ次来るときは風圧無効にします。あべー食らいすぎじゃない、すごい食らうんですけど。気持ちここのエリアの方が戦いやすいわ。後ろ足でいいのこれ。後ろ足だとさ、こう引いてくれるからさ、いいんだけど。これやばい、すり足。いやー動くね。うわー、これ前足動くでしょ。そしたら前足攻撃するのさ。いいぞ、ひるんで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 。いいね。あー、ちょっと危ない危ない危ない、この左足、この左前足が怖い、この左前足が怖い、この左前足が非常に怖い。また？左足前進して、その後に左足前進させるのやめなさいよ、それはずるいぞ。あと何分？ 2 分。耐久値 70% 大丈夫これ。あー、これはすり足、後ろ足、あ、すり足すり足、危ない、すり足危ない、すり足ます。いや、これ風圧でもう一回食らっちゃう、これ。危ねえ、回転切りになるのやめてくんね。いいぞ、いいぞ、いいぞ。釣り足警戒、釣り足警戒、釣り足警戒。釣り足警戒。もう回転切りになっちゃう。耐久値は減ってない。あー、回転切りになっちゃう。あー、しゃ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 。あー、ちょっと待って待って。これは飛ぶ、これは飛ぶ。最後の砥石だな、これ。多分。あと1分半だもんね。最後の砥石。大樽爆弾使おう。そういえば。そういえば大樽爆弾使おう。進行方向に置いてさ、一回。マーン！
これでこれでこれ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 当たったな、当たった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 ぞ、いいぞいいぞ、おお、すり足警戒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 、なんで何もしないのと思ったら動き始めたわ、これ怖い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 、よしこれ怖い、風圧が怖いんだよ風圧が、もうこういう時にジャンプにならない、もうなんでだよ、どうしてこれ傾いてしまうの、あーおち、残り40秒だ、攻撃攻撃、瀕死ラインに行っててお願いだから、お願いだから瀕死ラインには行っててほしいな、お願いだから瀕死ラインには行ってほしいんだよ、この怒涛の連続攻撃、この怒涛の連続攻撃やよ若干パターン入ってかのような、あやべ、あと10何秒、あと10何秒、もう回復してる場合はない、回復してる場合じゃない、いいぞ、くーあ3、2、1、ダメなのマジかくそ待ってマジで言ってんの、結構フルで切ったよ、じゃあこれソロ無理だろう、いやー分からんぞ、どういう感じなんだこれ、オン通常だと3万2000あるんだ HP が、そんなにあんの？高っ！ HP 高っ！わー、マジで嘘やんけ。はい、で、今見てるんですけど、ラオシャンロン戦の勝利条件は2つ。1つは制限時間内にラオシャンロンの体力を 50% 以下にして砦を守りきる。もう1つはラオシャンロンを倒す。って書いてあるんですよね。で、HP がなんと3万2000あるそうです。で、参考までに、ディアブロス君は7000あるんですよね。マジで言ってんの？で、グラビモスのね、オンラインだと5000。こいつは多分あの10分以内に倒せんだよ。あの、絶一門だとね。だから、これどうあがいても無理なんじゃないの？どうあがいても無理でしょ、これ。だって1万6000減らさなきゃいけないんだよ。ちょっとこれ募集しなきゃ無理っぽくない？マジで言ってんの？弱点部位へのダメージなんですけど、やっぱ弾か、ボウガンなのか？エリア後には激流装と大砲バリスタが用意されているが、使用するのは激流装だけにとどめ、それらの通常攻撃を繰り返した方が効果的。結局使えないのかよ？じゃあこれ、よし。オンライン行こう。オンライン行こうじゃねえ。これは、ノラと協力しよう。これは、ソロはきつすぎるよ。あれで、ね、半分多分1万削ったかどうかもわかんないよ。あの感じで攻撃して。いやー、恐ろしいわ。しかも35分しかないから。しんどいぞ、これ。もう、完全に敗北編じゃねえかよ、これ。よし。次はノラに乗り込みます。まあ、でも、素材だけは持ち帰ってきたわ。ははは。